さあ、いよいよディフェンディングチャンピオンの登場です。これが4年連続4度目の出場となります、ブレイディ・テネルです。今年はロミオとジュリエットで勝負します。トリプルフリップ。ダブルアクセル。レイバックスピン。ステップシークエンス。トリプルルッツ。トリプルループ、ダブルトーループ、ダブルループの3連続ジャンプ。トリプルサルコ。これをシークエンス。足換えのフライングコンビネーションスピン。足換えのコンビネーションスピン。ディフェンディングチャンピオン、ショートプログラム首位のブレイディ・テネルの演技でした。まずは序盤のジャンプのコンビネーションのところ、
トリプルループのところでのミスがまず出てしまいました。そうですね、攻めた結果だと思います。やはりトリプルループトリプルトーではなくトリプルループに行ったということはやはり先の試合を見据えてのチャレンジだと思うし、はい、やはり今トリプルアクセルをはじめこう技術力が上がっている他国の選手だったり現に今一緒に戦っているアリサ選手はトリプルアクセルを飛びますのでそういった意味では自分のできる限り可能なジャンプに加点ではなくこう技術力を上げていく技術点ですね、そういったところも必要になってきていると感じてのチャレンジだったと思います。勝負をしに行った結果というところでした、はい、やはりそこはまだステッピングアウトで良かったとは思うんですけど、はい、やっぱり一番痛かったのはやっぱり7番目の要素のトリプルルッツトリプルトー予定のところがトリプルルッツ転倒ということでコンビネーション、はい、しかも彼女はトリプルトーループが1本なくなっていますので、その辺は大きく順位を左右する部分だと思います。ここですねトリプルルッツトリプルループですね。少しランディングの時にかかと側に乗って着氷姿勢が取れませんでしたね。でもこれはやっぱり攻めた証拠だと思うので、はい、ただやはりスピンが回転早いですね。非常に軸も綺麗ですしやはり最後の2つのスピンですねフライングコンビネーションスピンとコンビネーションスピンは圧巻でしたね。これですね後半に飛んだトリプルルッツトリプルトーのところだったんですけども頭で転倒してしまったのでコンビネーションも1つなくなっちゃいましたね。はい、まあ、まだ彼女はショートの貯金がありますので、ええ、まだわからないですね。この全米に向けては練習もプログラムも何も変えていない全てを細かく細部まで一つ一つ今やっているんだというような話がありました。このブレイディ・ティネルそういった細かい部分全体を通しては中庭さんいかがでしたか。やはり成功したものに関してはもう出来栄え点を含めて非常にいい出来でしたね。私転倒はあったんですけども流れも失わず、はい、音楽との調和も取れていましたし音楽をかけるのではなくいつの間にか音楽とこうフィットしているようなところもそうやった細部までこう身につけた証拠だと思います。ショートプログラムの得点は 76.60 昨年自身が記録した全米歴代トップをさらに上回ってきたというこのブレイディ・ティネルです。やはり彼女にはあとはプログラムコンポーネンツですね演技構成点の高さもショートでは際立っていましたので、はい、そういった部分ではそこは良かったと思いますね今日も、あとは得点を待つのみとなりました。今シーズンはチャレンジシリーズもゴールデンスピンとオータムクラシックと2つ取っています。非常に状態もいいブレイディ・ティネル。136.99 トータルで 213.59 というスコアでした。これでトップに躍り出ます。